市民球場です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の竹安、対するタイガースの先発は左の高橋、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の竹安、マウンドに上がりました。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは DH の高山。はい、第9、初球を打ちました。三塁線フェアだ。高山、二塁も狙う。バッターランナー二塁でストップ。高山、いいバッティングを見せました。バファローズ先制のピンチを迎えます。山本康弘。第9、投げた。初球から送ってきました。ピッチャーが左へ転がした。アウト。ランナー三塁に進みました。バファローズなおもピンチが続きます。小野寺ダン投げた。打った。三塁ランナーはホームへ。ショートから一塁送球。タイガース、まずは1点先制。1対0。背番号1、森下翔太。第9、初球を打った。これは内野フライ、取りました。これで3アウト。1回の表が終わって1対0、バファローズ先制点を奪われています。バファローズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で内藤。第9、投げた。打った。これは強烈、入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく、場外ホームラン、ツーランホームラン。快音残して打球は場外へ。初球を完璧に捉えました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。2回の表、2点を追いかけます。タイガースの攻撃、この回のトップバッターは坂枝。投げました。初球から打ってった。ショート右へのゴロ。一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、豊田。背番号61、豊田博士。第9、投げました。打ちました。初球打ち、1、2塁間、破った。豊田、ナイスバッティングです。バッターは7番、いつぼ。背番号40、いつぼ平瀬。投げました。打ちました。フラフラっと上がった。福田、下がっていった。取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号4、熊谷隆弘。次は5球目、空振り三振。バッター。2回の表が終わって3対1、バファローズ2点リードは変わりません。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは遠藤。投げました。打った。ショート左、野口掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って高山。第9、投げました。初球を打ちました。レフトへ持っていった。ヒット。高山、いいバッティングを見せました。バッターは2番、山本。これが2度目のバッターボックス。投げた。打ちました。抜けた。中継、山本ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げた。空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。バッターは4番、森下。第1打席はピッチャーフライに倒れています。打ちました。抜けた。センターバックホーム。森下、いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。打った。1、2塁間の打球、アウト。 T 岡田、1塁キャンバス踏んでアウト。3アウトチェンジ。さあ、リプレイです。竹安、踏ん張って満塁のランナー3人残塁。3回の表が終わって3対1です。4番
バファローズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている内藤。投げた。完全に外れた。ボール。第2球。投げた。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びて、ホームランだ。ホームラン。ソロホームラン。2打席連発。ストレートを狙い打ち。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは豊田。1球目ストライクから流し打ち。ライト線にボールが飛んでいきますが、これはヒットになります。豊田ナイスバッティングです。右バッターボックスは7番いつも。第1打席は内野フライに倒れています。打ちました。三遊間。野口ボールを掴んだ。アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。ランナー一人を置いて迎えるバッターは熊谷。第1球初球打った。これはファースト正面。 T 岡田一塁踏んでアウト。バファローズなおもピンチが続きます。第6球を投げた。打ちました。いい当たり。福田取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。タイガースサードランナー残塁。4回の表が終わって4対1です。タイガースこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは指名打者高山。第1球初球から打ってった。野口ボールを取る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは2番山本。今日3打席目打ちました。ピッチャー返し抜けた。山本いいバッティングを見せました。右バッターボックスは3番小野寺。今日はショートゴロと打ちました。初球打ち。サード左への打球アウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。先ほどヒットを放っている森下投げました。打ちました。これはいい当たり。伸びた。伸びていった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。タイガースセカンドランナー残塁。5回の表が終わって4対1です。バファローズリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で内藤。今日3打点を挙げています。タイガースここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。打った。これはいい当たりだ。さらに伸びていく。センター見上げた。ホームラン。ソロホームラン。3打席連発。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。ゲームは後半に入ります。トップバッターは坂江田。今日はショートゴロとファーストゴロ。打ちました。ボールはライナーで右中間へ。ワンバウンドヒットになる。坂江田二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。坂江田ツーベース。ランナー一人を置いて迎えるバッターは高浜。さあ次の投球打った。流し打ち。ダイレクトフェンスに当たった。その間に二塁ランナーはホームへ向かう。タイガース点差を3点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは7番いつも。今日はセカンドフライとショートゴロ。打ちました。ライト方向へ持っていきましたがライト取りました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第7球を投げました。フォーク空振り三振。左バッターボックスには遠藤。今日はショートゴロとセカンドゴロ。高めの球見逃し三振。6回の表が終わって5対2。タイガースこの回1点を返しました。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは DH の高山。第4球を投げました。会心の当たり。破った。
高山ナイスバッティングです。竹安降板。ここでマウンドに上がったのはコットン。今日2番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球打って出た。あっと抜けた。山本いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。打った。キャッチャー落下点。ファールグラウンド。ボールをつかみました。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた。初球を打ちました。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。森下ナイスバッティングです。バファローズなおもピンチが続きます。第1球投げた。初球流し打ち。ライト線に打球が飛んでいますがワンバウンド。ヒット。中継。タイガース2点返しました。栄田タイムリー。バファローズなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。バファローズここは中間守備を取りました。打った。強い当たり入れば逆転だ。打球はそのままのライトを見送った。ホームラン。逆転スリーランホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。タイガース見事チャンスをものにしました。これで流れをぐっと引き寄せました。逆転の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは7番いつも。第4球を投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。野口バックしていった。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番熊谷。今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。福田掴んだ。セカンドから1塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって7対5バファローズ2点をリードされています。タイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは遠藤。引っ張った。打球はファースト右。シュインデル自分でベースを踏んでアウト。コットン降板。右の本田今日3人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた。初球打った。左中間へのフライですがヒット。高山一気に二塁へ。高山ツーベースヒット。ランナー1人を置いて迎えるバッターは山本。ここまで3安打打ちました。ピッチャー返し。福田ボールを掴んだ。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。投げた。打ったに当たりだ。抜けた。センターバックホーム。小野寺いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。打った。これは強烈。伸びた。伸びていった。レフトセンター見送った。ホームラン。スリーランホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか。完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは5番栄田。これが5度目のバッターボックス。投げました。低めのボール引っ掛けた。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって10対5バファローズさらに3点を奪われています。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏5点を追いかけますバファローズの攻撃。トップバッターは内藤。今日は3安打猛打賞。第2球低め外れてボール。第3球を投げました。ボール外角高め。投げました。打った。これは強烈。いったー。一直線入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。4打席連発ストレートを狙い打ち。選手ホームランです。ナイスバッティング。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。リードで迎える9回です。先ほどスリーランホームランを放っている高浜。アウトコース低め空振り三振。バッターは7番いつも。今日5度目のバッターボックス。投げました。変化球空振り三振。
2者連続三振。右バッターボックスには熊谷、今日はここまで4打数ノーヒット。初球から打ってった、ライト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。本田この回きっちりと3人で抑えています。9回の表が終わって10対6です。バファローズ悔しい敗戦です。この試合は阪神タイガースが勝ちました。勝利投手キリシキ、敗戦投手コットンでした。さて本日のヒーローは高浜、今日4打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。